さあ、今日も始まりました。ポジティブのゆうたです。なです。さくらくんです。さあ、はい、お久しぶりでございます、皆さん。久しぶりすぎたかもしれません。今日はなな誕生日。朝が来れば。はい、絶対いけない面接第2弾。よいしょ。よいしょ。はい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 。めちゃくちゃアウト。あのスカイピースさんがやってた、あの、はいと言ってはいけない面接の第2弾をやりたいと思います。はい。空に平和ね、空に平和ね、お願いしますよ。お願いします。こちらこそ。わかりましたか。それでは、はい、はいと言ってはいけない。それでは、はいとは言ってはいけない面接始めます。お願いします。はい、まずお名前始めて思います。はい。グレードアップしすぎて思んないんちゃうかな。お前やん、俺できるみたいな。はい、言わんで。マジっすか。練習したもん。あのマジっすか。練習したっすか。うん、もう特訓した。誰と。一人で。よろしくお願いします。お願いします。始まりましたよ。緊張してます。緊張しますか。はい。もう一回もう一回。はい、仕切り直しということでね。はい。ということでね。はい。はい。朝が来れば。じゃあお名前をお聞きしたら大丈夫ですか。ナナです。ナナちゃん。うんうん。ナナちゃん。うんうん。上の名前は。あ、言えません。言えません。あ、履歴書には名前書いてるんですけど言えないですか。言えないです。西条奈々って書いてるんですけど言えないですか。まあ、本名は西条奈々です。西条奈々。はい、はい、はい。朝が来れば。なぜ僕らの会社に志望したんですか。なんか料理が美味しそうで。ああ、なるほど。見てる感じ。どういう料理が、例えば。ミートスパゲッティ。ミートスパゲッティ。ミートスパゲッティが美味しそうだと思ってた。そうですね。僕らのあれ鉄板メニュー焼きそばっすよ。私もパスタ嫌いなんですけど。何言ってんすか。何パスタですか。ミートソースパスタ。ミートソースパスタ。ミートポーストパスタ。ミートソースパスタ。ミートポー。ミートソースパスタ。ミート。ミートソースパスタ。ミートソースパスタ3回言ってもらいます、連続で。ミートソースパスタ。ミートソースか。ミートカスカパスタ。じゃあ僕らの企業になんで来たいと思ったんですか。ミートソースパスタが美味しそうだったんで。それだけですか。そうですね。え、それだけですか。はいはいはい。朝が来れば。おはようございます。おはようございます。では面接を始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。どういう面接ですか今回は。今回は就活。はいと言ってはいけない面接でしょ。あ、はい。朝が来れば。今回どういう面接なんですか。今日ははいは言ってはいけない面接。はいは言ってはいけない面接。そうです。お名前は。お名前は菊池フィリップス優太です。フィリップス。そうですね。好きな食べ物は。好きなものはあのラーメンが大好きで、二郎系ラーメンとかよう行きますね。好きな食べ物は。さっきラーメン。あー、ラーメン。ラーメンの中でも好きな食べ物は。さっき二郎系って言ったと思うんですけど、聞いてないか。好きな歌とかあるんですか。マキシマムザホルモンっていう。バックナンバーが好きです。あ、あ、あ。バックナンバー聞いたことあるんですか。あ、後ろのナンバープレート、あのなんか同じ歌の人ばっかりですね。何言ってんすか。この会社に入ってどうなっていきたいとかあるんですか。仕事に関してそのやる気っていうか。渡辺ゆき。よろしくお願いします。お願いいたします。お名前は。坂井君です。この会社はどんな会社か説明してください。この会社はどんな会社か説明してください。はい。自由でいつでも投稿できていつでも休める会社だと私は思っています。厳しいですけど大丈夫ですか。イエス。ご年齢は。15歳です。15歳で働けないんですけどっていうキャラでやってます。え、え。長所を教えてください。長所。協調性があります。特に特に仲間と協力して。仲間と君と。え、
仲間と協力してそれを成し遂げることができます。どれを？どれ？どれを成し遂げる？あの課題を。課題な何の課題？ミッション。ミッション？短所は？短所。短所わかります。短所はいはい。朝が来れば続行します。はいはいはい。短所では。はい。では。はい。よろしくお願いします。お願いします。お名前二人ともちょっとお聞きしたいんですけど、大丈夫ですかね？大丈夫です。この前は西条奈々。西条奈々さん。お名前はパク堺です。パク堺くん。パク堺。パク堺です。日本人だよね。さっき免許証見たんですけど、バリバリ日本人でした。え、嘘ついてるんですか？はい。西条奈々さんはどういう志望動機で来られたんですか？もちろんこの会社に働きたいと思って来ましたね。 なんで会社に働きたいと思ったんですか？ね、接客業が好きでした。あ、接客が好き。はい。え、気づかんねんけど。いや、そうですか。理想ですか？はい。おしまい。